ード第14節2戦目福岡ソフトバンク。バッターボックスは4番鈴木。ホークス連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてる。インサイド落ちました。センターに抜けました。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。センター前のタイム。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。豪快なスイング打ちました。レフトへ打球伸びる。バッターはロペス。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球打ち高く上がった。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。初球これはいくでしょうね。文句だ。さようなら。劇的な一発、この人からさよならホームランが飛び出しました。